おやすみ。何？ 耳かきしてほしいの？もう、これから寝ようかって時に。耳かきは昨日もしたから綺麗なんじゃない？見せて。ほら。綺麗綺麗。大丈夫。寝るよ、おやすみ。なに、もう、そんな甘えて。どうしたの、今日は。疲れちゃった？じゃあもう早く寝ようよ。あ、もう、こら。そんなぎゅうぎゅうしてこないで。ちょっと。もう、頑張ったの？一週間頑張ったの？頑張ったんだね。そっかそっか。偉いね。偉い子ですね、君は。偉い偉い。よく頑張りました。いい子いい子。よしよし。そうだ。じゃあさ、君頑張ったからさ、マッサージしてあげよっか。お耳マッサージ。ネットでね、耳かきサロンの動画見たんだよね。そこで耳のマッサージもやってて、すっごく気持ちよさそうだったの。ちょっとやってみていい？ん？もう耳かきはいいでしょ、今日は。綺麗だったもん。ちょっと、ねえ、お耳のマッサージやってみたい？やらせて。ほら、私の膝のとこ、来て。仰向けで。そうだよ、耳かきじゃないんだから。来て、来て、ほら。そうそう、もうちょっと上。はーい、オッケーです。恥ずかしいので、お目目つむってていただけますか？ いや、見てたいじゃなくて、下から見られると恥ずかしいから。別に。別に照れてませんけど。何笑ってるの？ そうだ、美容院みたいにさ、ガーゼとかのせちゃおっか。ティッシュでいいかな。何その手。どうして手つかむのよ。何？ダメなの？じゃあ、目つぶって。もう、つむっててください。お願いします。何その仕方なしだぞって感じ。この位置から見る君のまつげ。かわいいね。まつげ触っていい？ くすぐったい？ごめんごめん。マッサージする。する。いくよ。それではまずは、お耳を指でつまみますよ。上からと下から挟んで、ぎゅだって、なんかつまんだらさ、ちっちゃい餃子みたいに見えるから、おいしそうって思っておかしくなっちゃった。むにむに。むにむに。ミニミニ。ミニ餃子。ミニ餃子。むにむにむに。遊んでません。こうやってつまむのはちゃんとしたマッサージです。ん？見たもん。動画でやってたもん。あ、
ねえ、明日さ、あそこ行かない？横浜の中華の、あ、そうそうそう、そのお店。え、よくピンポイントで分かったね。私言いそうだった？餃子って言ったから そう、好き。餃子はあそこのが一番好きなんだよね。君の耳見てたらなんか思い出した。食べたくなっちゃった？ちょっと手離して。マッサージできない。ちょっと。君の耳食べるなんて言ってないでしょ。食べたいなって言ったのは餃子のこと。当たり前でしょ。ほら、手離して。もう。どう？耳つまんでるのちょっと痛い？あら、痛いのはダメですね。お客さん、それはリンパの流れが良くないですね。じゃあ流れを良くするために鎖骨のところなでなでしておきましょうね。これもね、動画で見たの 全部受け売り。なんかね、この動画ではこの鎖骨のところをね、皮膚がちょっと動くぐらいの軽さでなでるようにします。筋肉をほぐしていきますねってやってた。ここほぐしておいて、耳からこう鎖骨に向けてリンパの流れが良くなるようにするんだって。どう？ほぐれてる感じする？わかんない？ 私もわかんない。でもやってたらほぐれるんじゃない？じゃあ鎖骨のとこほぐしていきますね。お客様、痛いところあったらおっしゃってくださいね。どう？マッサージ屋さんっぽくない？え？次からずっと指名してくれるの？それはそれは。ご指名ありがとうございます。何？私の手があったかい？うん。そういえばさ、手あったかい人ってさ、心が冷たいって言わない？ ねえ、早いって。心もあったかいっていうの早い。またそんな、そういうことさ、しれっと言う。やめて、やめて、もうそんな何回も言わないで。優しい、優しいって、それ絶対思ってない時の言い方でしょう。あ、ほら目開けてるし。こっち見ないで、見ちゃダメ。目隠し、うりゃ。照れてません。全然照れてませんもん。下からそうやって見られるのやだ。二重顎も。はい、もうマッサージ続けるよ。鎖骨のところはほぐれたかな？じゃあもう一回お耳ほぐしていきましょうね。こうやってくるくるって回して。君もう眠くなってるでしょう。いいよ、このまま寝ちゃっても。ん？頑張らなくていいって。寝ていいよ。え？餃子？もう無理やりおしゃべり続けようとしなくたっていいんだよ。はいはい、そうだな。私はお昼でもいいし夜でもいいよ。特別用事もないからどっちでもいいかな。君は？あ、君もないの？じゃあどうする？ん？その時の気分で？いいよ。そうしよう。イェイ。そしたら明日の予定、その1は、2人で中華を食べに行くんだって。楽しみだね。あとは何をする？私はもう中華に行けるからいいよ。今度は君の番。映画？いいよ。お家で映画でいいの？今配信で面白いのやってる？あ、それ見たいんだ。いいよ。映画館で見たの？うん。なのにもう一回見んの？そんなにおすすめなんだ。大丈夫？ハードル上げてない？あ、
私が好きそうな感じなんだ。何系？何系かだけ教えて。あ、好き好き好き、それ系好き。わかってるじゃん。楽しみだな。しっかり映画見るの久しぶりかも。なかなか映画見る時間も取れてなかったし、テレビでもさ映画やってたりするけど、リアルタイムで見てると CM 入った途端に現実に戻っちゃうよね。録画しとくと見ないままどんどん溜まっちゃったりするし。ねえ、この前さ二人で見たのあれなんだっけ、あらら、本格的な寝息が。え、起きてる？嘘だ、寝てたでしょ今。口開いてたし本気の寝息が聞こえましたけど。ほら、もうちょっとだけマッサージしてあげるから。ほらほら、寝ちゃえ寝ちゃえ。よしよし、よしよし、よしよし。今度こそおやすみなさい。見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしくね。 Twitter でリクエストを受付中です。